予想通りの鉄板連想で助かりますです。もともとは中国の方のお話で、石杖という足首同士をつなぐ縄だったそうなんですけど、なんだか強くて切れなさそう。本当にそうなんですよ。たとえ敵同士の家に生まれても離れることはできないそうです。それがモンタギュー家とキャピレット家であっても。その縄を持っている縁結びの神様を月下老人とか月下王と言います。普通に媒酌人を月下標人と言いますけど、その上半分の由来ですね。と丸くつながったところで、もう一つ、不死の薬を燃やした富士の山の祭神は散りゆく栄華を司るこの花の咲夜姫なんですね。本当にごちゃごちゃだね。そんなに難しく考えなくてもさ。だいたい月は岩の塊だろ。ただの岩の塊が一人で浮いてるのはやっぱり寂しいもんだね。ねえ、サクヤさん？まだ起きてる？起きてるけど、こんな時間にどうしたんだい？なんだか眠れなくってさ。あいつらが来ないか心配かい？安心をしよう。こうして一緒に寝ていれば間に合わないってことはないから大丈夫だよ。そっか、私危ないんだっけ？あんたね、そんなに危機感ないんじゃ困るよ。ごめんなさい。でもさっきから聞きたいことがいろいろ頭の中にあって。つづらが起きてる時に聞いといた方が良かったんじゃないかい？
でも、つづらちゃんに聞かせてもいいのか、微妙なこともあるし、さくやさんが鬼だとか。さて、つづら相手じゃ今更って感じだけどね。なんかバレるようなこと言っちゃったかな。まあ別にいいけどね。あんまり秘密のことじゃないんだ。バレるときはバレるって。じゃあ質問、さくやさんのさくやってやっぱりさくや姫からもらった名前なの？なんだやぶから棒に。だってさくやさんは山育ちで、写真だって山の写真が多いし、さくや姫は山の神様の娘さんだから。あってなんだい。もしかしてご本人。あんた本気で言ってるのかい？いやね、さすがにそれはないなって思ったけど、例えば何代目かを襲名してるとか。今度は少しは考えたね。まんざら縁がないわけじゃないんだけど、私が美人薄命って柄かい？私は頑丈さが取り柄の水木の民だからね。あたしらの親神に当たるのは昨夜姫じゃなくて。水木月岩永姫。水木に生まれる子供はね、決まって満月前後の場に生まれることになってるんだよ。ところが私が生まれたのは月の出てない晩だった。そのせいか、一族の者にあるべき力も発揮できない。私は不吉な生まれの忌み子なのさ。だから私の昨夜は昨夜姫じゃなくて、新月の昨の夜なんじゃないかと思うんだよ。思うんだよ。実は私も正確なところは知らないからさ。私ら水木に生まれた子供は占いで名前を決められるんだよ。名前は一番の言霊だから、名前によって生き方が縛られるってね。わあ、大時代的なんだ。それ、生命判断の先生に名付け親になってもらうようなもの？あれ？そういえば咲夜さん。なんだい？咲夜さんってどんな感じだったっけ？どんな感じって名刺の通りだよ。この名前のカタカナ表記、ペンネームじゃなかったんだ。なかったんだよ。
古い時代の生まれだからね。古いって。でもそれだとお母さんと同年代どころかおばあちゃんよりも古いんだけど。だったかね。とりあえず酒もタバコも競馬も OK、 大人ビデオもレンタルできるし、車の免許も持ってるよ。数えるのやめたのっていつの頃からだったかね。一応出版社に売り込むときは美人独身二十歳ってことで。あ、すごいサバ。私が覚えてる10年前からお酒飲んでるし、つまりは最低でも30。あれ、私は岩永姫の眷属だからね。そっか、鬼なんだもんね。なんかやっと実感できたかも。咲夜さんって本当に人とは違うんだ。毛がシワシワになっても私は多分このままだろうしね。歳を取らないわけじゃないよ。オーガの王さ、オーガは瑞希の本血筋なんだけど、見た目も老人だったしね。それに不死だけは絶対にない。ベラボーに寿命は長いけど、それでも死ぬ時はあっけなく死ぬんだよ。咲夜さん、いや、なんでもないよ。ただ私も不死身のヒーローってわけじゃないからね。さーて、そろそろ寝ようかね。月の光が眩しくて目が冴えちまうのはわかるけどさ。
挨拶もせずにどうしたの？だって姫様が。姫様があいつに連れて行かれるって。それはお山のあのお方のことかしら。あいつはあいつで十分だもの。矢を立てられてしまったんだもの、仕方がないわ。私のこの身を捧げればしばらくこの里は大丈夫なはずよ。それにしてももうあなたたちにまで伝わっているのね。大人が話してた、都から来たおにぎりがあいつに返り討ちにされたって。そう、ごめんなさいね、騒がせてしまって。なんで姫様が謝るの？おにぎりがだらしないからいけないんだ。いつも威張ってるくせに役立たずなんだから。ダメよ、そんなひどいことを言っては。姫様。ダメ、あの方たちは私を助けようとして命を落としてしまったんだから今更だけど、私があの方のところへ行くことを拒まなければよかったのよね。ダメ、絶対ダメ。私がおじいちゃんに頼むから、おじいちゃんに頼んで姫様助けてもらえるようにするから。